マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマは新年。近藤司です。近藤秀俊です。はい、では来年はどんな年にしたいですか？今だいぶ字が書けるようになってきたので、来年はもっとたくさん字を覚えて、書けるようにしていきたいです。中澤義行です。新年の抱負をお願いします。今年は前から興味があった建設系の、機械の資格を7つぐらい取ったので、来年あと4つ取って取り切りたいと思います。川崎桃香ちゃんです。新年頑張りたいことは何ですか？みんなで自転車でリサイクルに行きたいです。千橋信弘です。お名前は？千橋信弘です。新年頑張りたいことを教えてください。はい、僕は育児を頑張ります。あと仕事も頑張ります。ひよなくんは幼稚園頑張ります。幼稚園頑張ります。ああ頑張ります。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ21南館1階の陣五郎です。イチオシは年末年始おけ盛り寿司、3人前から5人前を取り揃えてあります。マグロ好きの方におすすめ、本マグロトロマグロ寿司もございます。ご予約はお早めに。次回の収録テーマはバレンタイン。皆さんの素敵なエピソードお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。